こういう状態ですよ。さあ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 、人間覚えてみて、つまりどういうことかというと、まず今回のなんかコマがこうふかふか浮かんでるじゃん。ああ、情報とかこれが傾けてしまうと動かなくなっちゃう。だから水平になりたい。水平にするっていうことと、あともう一つはこのトップリーフの上のところに赤い線があるでしょ。それラバーライン、広域線って言うんです。広域線のラバーライン、それが自分の進行方向と同じ方向向いてないことです。だから自分の体こっち向いてるけどラバーラインこっち向いてますから、それを一緒に解決するのがコンパスついてない方の手を前にして、その肘にこれを当てる。そうするとまっすぐになって水平になって、慣れてればこの手がなくなります。ちょっとそれが基本だと思う。そして自分がどこに行きたいのか分からないとコンパスは使いようがないので、最初は先行した90度にして、じゃあ90に合わせてみよう。赤い線、攻撃線、ラバーラインの先に90度を合わせます。そして、ベゼル、この360度ついてるベゼルなんでしょ。ベゼルの内側にポチポチって2つついてるの、ポチってついてる爪があるでしょ。このポチポチのこと、これインデックスマークって言います。このインデックスマークの中に中のコマの北の矢印に入るように自分が動くんです。もう入っちゃったこの状態です。そう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 、